さすが暁だな、手ごわい。ガーラを返せ。変わった人中力だな、お前。人中力はネクラで人嫌いだと聞いたが、うん、それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで人に思われていた人中力もいなかった。かわいそうな嫌われ者同士、ほっとけなかったな。ガーラは一尾を抜いたから死んだ。お前もじきにそうなるんだよ。おら、てめえらは潰してやる。戦闘開始。準備 OK だ。任せろ。やり合ってる間に奪わ、さすがに人中力2匹目ってのは虫が良すぎたか。粘土もチャクラももう足りねえ。ここまでだな。お前を逃がすのは惜しいが、今回はここまでだ、うん、逃がすかよ。じゃあな。クソ、いねえ。逃げたか。畜生。ナルト、あいつの件はまた今度だ。今はサクラたちの合流を優先するぞ。この場はなんとかなったな。なんでガーラが、ガーラばっかりが、こんなんで死んだんじゃ。風かけだぞ。風かけになったばっかじゃねえか。少し落ち着け、渦巻きナルト。うるせえ！お前ら砂の忍びが、ガーラの中に化け物なんか入れなきゃこんなことにはならなかったんだ。お前ら、ガーラが何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。サスケも助けらんねえ、ガーラも助けらんねえ。3年も必死に修行して、3年前と何も変わっちゃいねえじゃねえか。
ジオバー様、その術は。なんで、何してんだってばよ。ガーラ君を生き返らせる。生き返らせるって、そんなこと本当にできんのか。転生忍術であれば。でもあれは自分の生命エネルギーを分け与えるもの。ジオバー様は自分の命をかけてガーラ君を。クソ、チャクラが足らぬ。俺のチャクラ使ってくれってばよ。それってできるか、ばあちゃん。お前、ガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。わしの手の上にお前の手を重ねろ。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。くだらぬ年寄りどもが作ったこの忍びの世界に、かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後の最後になって正しいことがやっとできそうじゃ。砂と木の葉、これからの未来はわしらの時とは違ったものになろう。お前ならばこの忍びの世を大きく変えることができると。ナルトよ、わしからの最後のお願いじゃ。え？お前はガーラの痛みを知ってやることができる唯一の存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知っておる。ガーラを助けてやってくれ。ガーラ。ガーラ。ナルト、世話かけやがって。なぜお前がここに。俺だけじゃねえ。
これは。お前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。俺は。ばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだ。今は疲れて寝ちゃったけど、里に帰ればまた元気に。違う。ね、違うって何が？医療忍術なんかじゃない、転生忍術。千代婆様は死んだの。どういうことだってばよ。聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだものすら生き返らせる術が砂隠れで開発されたってな。じゃあばあちゃんは。ナルト、千代婆様はお前とガーラに未来を託した。忍びらしい立派な最後だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。そうだな。ばあちゃんの思い、今ならはっきりわかるってばよ。皆、千代婆様に祈りを。じゃあな。とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうの苦手だからな。このまま。到着っと。それではな、カガシ。うん、いろいろと助かったよ。さて、俺たちもここで解散だ。二人とも、次の任務に備えて体をしっかり休めとくように。じゃあ俺はばあちゃんとこ行って新しい任務でも受けてくっかな。ハンター、高橋先生の話ちゃんと聞いてた？あら、何言ってんだってばよ。さくらちゃん、体なら休めただろ、帰ってきながら。はあ、それは休息じゃないし。まったく元気だねお前は。はあ、俺の方はダメなようだな。前の戦いでチャクラを使いすぎた。次の任務はあいつに任せるか。よ、ナルト。あれ、イルコ先生。そろそろ任務から帰ってくると聞いてな。どうだったんだ今回。あのさ、てわけでガーラもなんとか元に戻ってさ、ほんとよかったってばよ。あ、どうしたの？いや、これからは木の葉と砂の関係が
より密接になりそうだと思ってな。そうだな。まったく、どんどん大きくなっていくな。さてと、そんじゃイルカ先生、俺行くってばよ。ああ、これからも頑張れよ、ナルト。おっ、ばあちゃん。ナルトか、帰ってきてたのか。なあなあ、なんか新しい任務ってない？お前さっき戻ってきたばかりだろ。休息は取らなくていいのか？休息ならもう十分取ったってばよ。だから今は元気あり余ってんだ。ああ、なんというやつだ。で、で、なんか任務ある？たく、ちょっと待ってろ。静音に調べさせる。一つだけナルト君でもできる任務がありますね。よし、それは俺がやってやるってばよ。あれ、お前たちってば。え、ナルト君。おお、なんか知ってる匂いが近づいてくると思ったら、やっぱナルトだったか。やっぱキバか。それにヒナタも。そんでお前は、誰だっけ？冗談ならばよした方がいい。なぜなら、それだけでも相手は傷つくからだ。ああ、そのめんどくせえ喋り方は、シノ。なぜ喋り方で判断する？懐かしいな。帰ってきて早々砂にね。お前も大変だな、いろいろとよ。まあな。それはそうとだ。お前がここにいるってことは、俺らの相手を引き受けたのは、うん、この俺だってばよ。やっぱな。こりゃちょうどいい機会じゃねえか。お前と俺らがどれくらい強くなったか、バッチリ試せるってわけだ。俺の強さ見てビビんじゃねえぜ、キバ。その…おたおたしてんじゃねえぜ、ひなた。ちゃんとついてこいよ。さあ、思いっきり行くってばよ。戦闘開始。強くなってんじゃねえか。うん、正直驚いた。厳しい修行だったからな。弱くなってたら大問題だってばよ。本来ならば第2回戦と行きたいところだが。あれ、そうなの？うん、もともと戦術を見直すための手合わせだから。だよ、そういうことだったのか。久々にお前とやり合えて楽しかったぜ。俺もだ。よし、それでは先ほどの反省点を踏まえて
戦。うんじゃ、俺が協力できるのはここまでだな。頑張れよ、3人とも。おう、今度飯でも食いながらゆっくり話でもしようぜ。よう。あ、しかもる。砂隠れのこと聞いたぜ。ずいぶん活躍したらしいじゃねえか。しかもるはまだ中任試験の仕事が終わんねえのか。ねえ、たくやらなきゃならねえ雑務が多くてな。な頑張ってくれってばよ。完全に人事だよなお前。おーい、しかもる。ジョージじゃねえか。ってなわけで俺ってばさっき砂から帰ってきたとこでさ。ほう、大変だったね。相変わらず食ってばかりだな。お前昔よりで誰だ。見つかりましたか。ご丁寧にあれほどの殺気を出して俺たちを挑発してんのか。お前何者だ。君が渦巻ナルト君だね。突然で悪いけど君の実力を測らせてもらうよ。だと。おいおい、問答無用かよ。調子、ナルトを援護するぞ。うん、うん。戦闘開始。なんだってばよ、こいつ。力、弱いな、君。誰だってめえ。また会うことになるよ、ナルト君。名前はその時にでも。あいつ、一体。ジョージ、やっぱりここだったのね。え？ったく。アスマ先生が早く来いって怒ってんよ。ごめん、イノ。なんか変なやつが襲ってきて。変なやつ？変なやつってあれ、ナルトじゃない？いや、変なやつってナルトのことじゃなくて。ナルト、おひさー。もういいよ、長次。この空気がめんどくせえ。へえ、そんなことがね。あいつ初めて見る顔だった。一体何だってばよ。あ、いたいた。ん、さくら、なんか用でもあるわけ。あんたにじゃないわよ。
ナルトに用事。俺に？何？綱手様から伝言があって、新しい範囲を紹介するから屋敷まで来いって。は？新しい範囲？どういうこと？詳しい話は師匠がするって。とにかく屋敷に行くわよ。わかったってばよ。ナルト、気をつけとけよ。何かきな臭い感じがするぜ。ああ。ほらほら、さっさと師匠のとこに向かう。ああ、分かってるって。ばあちゃん、新しい範囲ってどういう。ああ、てめえは。どうも。なんだ、もうナルトと知り合ってたのか、サイ。はい。なんでてめえがここにいやがんだ。さっきはごめんよ。これから同じ班の仲間になる人の実力を知っておきたかったんだ。同じ班だと？その通りだ。お前たちとサイはこれ。なっ。そしてこの新生第七班はヤマトにまとめてもらう。ヤマトって。僕がヤマトだ。よろしく頼むよ。ちょっと待ってくれってばよ。カカシ先生はどうしたんだよ。カカシは先の任務での疲労が回復しきっていない。しかし今回の任務はその回復を待つほど余裕がなくてな。だからこうして僕とサイが新しい班員として選ばれたわけさ。そんな。さて、話を進めるぞ。今回お前たちにやってもらう任務は偵察。そして捕獲任務ですか。詳しい話はさくら、お前から説明しろ。はい。以前暁のサソリと交戦した際に、奴のスパイがオロチマルの元にいることが分かりました。そしてそのスパイとサソリが近日中に草隠れの天地橋で連絡を取り合う手はずになっています。なるほど。しかしそれが暁の罠である可能性も考えられますね。確かにな。だがせっかく手に入れたこの情報をみすみす見逃すわけにもいかん。オロチマル、ひいてはあのウチハサスケの情報が手に入る可能性があるからな。サスケの情報が。ウチハサスケか。確か3年前までカカシ班の一員で力を求めオロチマルに下った少年だったな。とにかくだ。お前たちには今から天地橋に向かいスパイを拘束、そして木の葉まで連れ帰ってきてもらう。了解しました。サスケ。へえ、俺ってば別に飯なんか食わなくたって平気だ。ほらよ。なんでだってばよ。余計なお世話だ。死ぬかよ。体が勝手に動いちまったんだよ。俺はお前とも戦いたい。ナルト。ああ、
この任務絶対失敗できねえってばよ。さてこれよりカカシ班は天地橋へと向かう。各自準備が整い次第木の葉の門に集合だ。